で、マジで女の子にモテないみたいなのがいいんじゃない。で、女の子一生懸命口説くけど毎回玉砕するみたいな。まあ、そこにコミュ力ないよね。つまんないし、ギャグマジクソおもんないじゃん。世界一面白いフリートーク。今回のゲストは中井君です。よろしくお願いします。なんで今日そんな服ピンクなの？僕はさんにもらった。絶対オークチョイスじゃないよなと思った。基本的に黒か白かしか服選ばないからね。同じ。基本的に白か白しか着ひん。今日赤い。奇跡の構図。陰キャやからぼっちキャラになったじゃん。キャラっていうかまあぼっちなんだけど、こっちが浸透したわけね。そうなってから他のチャンネルとかでコラボ出たりとかするじゃん。桑田さんのチャンネルで運動会とか出てるんだけど、俺があくびしてるだけでコメントがついたりとか、喋れないような顔でなんか面白いこと言わなきゃって思ってってなってんだけど、喋れないみたいなのがちゃんとギャグになってんのがめっちゃありがたいなって。楽。喋れてないだけで笑われるっていう。今まで面白いこと言わないといけなかったから結構頑張ってたんだけど、喋れないことがおもろいみたいな。俺としてはめっちゃいいよね。喋んなくていいんだもん。なんであんなみんな令和の虎のメンバーコミュ力高いの？陽キャだからじゃない。芸人で特に桑さんのチャンネルによく出てるメンバー、株本さん、林さん、モハッピーさん、高井さん、桑さんはもうえぐい。カメラ向いてるときマジでさ、すごいのよ。若手の芸人かみたいな。自分のターンをみんなグワー行くから、彼らと一緒にカメラ映ってもマジ喋るタイミングないのよ。取り合い状態ってことですか？取り合い。頭の回転も早いから、話の全部も早いし、あ、ここなんか面白いこと言おうかなと思って考えてるともう先に言われちゃう。すぐ次の場面行っちゃうし、めちゃくちゃすごいわ。佐古くんもそろそろキャラ変えたら？どんなん？何キャラにしますか？自分こそいと思ってるキャラ。マジおもんないキャラは、マジで傷ついた顔すんなよ。キャラ作るの大変じゃない？だから俺はぼっちキャラは結構助かってるよ。結構素だから割とベース素やで。素のダメなところをちゃんとキャラとしてつけていかないと。素は何キャラですか？素はだらしないキャラ。だらしない。俺ちょっとかっこいいっしょみたいな感じが若干鼻につくんじゃない？いや、そんな感じ出しないよ。いや、俺も佐古くんも基本的にはマスカラは鼻についてるから、そこをちゃんと改善して反省して愛されるように。なんで鼻につくんやと思う？見下せるポイントがないというか、コンプレックスがない感じがなんじゃない？肯定感が高い人を嫌いなんだよ多分マスは。みんな特女子がムカつく理由ってそういうことやんな。そう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 。なんか鼻につく感が可視化されるのが、一体炎上があった時の燃え広がり方や。朝活で燃えてるのを見た時に、あ、多分鼻についてんだよな。小さいヘイト溜まってんだよ。そうそう。なんでこれがってなる時は、そういう鼻につく感が溜まってる時だと思う。デブのくせに結局女の子に困ってない予感出して。困ってるわ。女の口説き方とか語るからなんかうざいなみたいな。その困ってるわも多分鼻につかれるかもしれないです。だからちゃんと何かに困ってて満たされてない人間味のある部分を出していかないと。満たされてるなかなか難しいですね、それ。俺はコミュ障で友達がいないっていうところを表に出したら、ちゃんと見下されて。それって青くんの中でコミュ障であるってそんな気になってたこと？いや別に。他が100点すぎてどうしてもひねり出すなあかんコンプレックスがたまたまそこで70点ぐらいやったって話や。他の人はみんな跳ねない金銭的なところのコンプレックス20点みたいなさ。こういう状態で来てるから、大学中退したこと後悔してるキャラは。いや弱い弱い。ちょっと根深いところに問題があるのよ。ちっちゃいキャラは。じゃあキャラいいと思う。脂肪がつきすぎて埋まっちゃったキャラは。マジで女の子にモテないみたいなのがいいんじゃない？で、女の子一生懸命口説くけど毎回玉砕するみたいな。マスがコンプレックスに思ってるところを表に出したら受けよさそうですね。でもさ、見られたらどうするんですよ。アツバーとか言っててさ、ワイワイしてて見られたら。俺もだから今やばいよ。だから歌舞伎町行っててトバ嬢とアフターしてるのとか見られたら終わりもん。どうするんですか？反省するんで。ぼっちキャラは別にいいやん。キャバクラやったら大丈夫じゃないですか？いや、キャバクラもやめます。もう嫁大事にしますって言ってるから守っていかないといけない。モテないキャラで行ってさ、ホテル入っていく瞬間見られたらどうするの？ぼっちキャラやって友達といる姿見られたらやばいから友達。めっちゃ喋るやんこいつみたいになるやん。つくなって思う時ってどんな時？誰にも鼻につかへんねんけど。俺もあんまり嫌って思わないけど、マスは自分に自信がある人とか特に何も困ってないのが尺なんだよ。上から目線も尺だし、上から目線ってか上の人なのよ。上から自然とマスを見た時に下にいるじゃんマスってっていうのが嫌なんだと思う。だからマスと同じ目線である感出さないといけないの。実際上なんだけどね。鴨本さんとか鼻につく？全くつかないです。満たされてる人は鼻につかないのよ。鴨本さんはマスから見たら鼻につくんだ。つくつくつく。林さんは？つかないんじゃない？林さんもだから結局ハゲネタとか自分を下げるネタをするから。自分が欠落してるなって自覚してるところを満たされてる人に対して鼻につくんじゃないですか？ずさんだったり ADHD っぽいのとかも天才肌でしょっていう自慢に見えちゃうから、もっと分かりやすいダメなとこ出さないといけない。じゃあ今から我らの短所を上げていこう。まあ、ね、そこにコミュ力ないよね。つまんないし、ギャグマジクソおもんないじゃん。でも結構面白いこと言ってるでしょみたいな顔して滑るじゃん。滑ってるのって気づいてんだよ。なんか自己肯定感高いよね。熱烈なファンいないんじゃない？いるいる。いるいる、いっぱいいるっていうのが話す。ああ、そうよね。熱烈なファンおらんねん。
君ってぼっちか？ぼっちだよ。自分の短所ないと思う。そんな明確に自覚してる短所ってそんなないですよね。あったら直すもんな。短所を短所やと思わないような動きを普段からしてるかもしれないです。無意識のうちに。あのマスからさ、コメントたくさん来た時にさ、やん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 言われるじゃん。でそれに対してさ、なんかこちら分かってねえなって思っちゃってるじゃん基本的に。無かもしれない。分かってねえなすら思わへん。それを一回受け止めてみたら。でそこを広げていくってこと。そう、そこを逆に出していく、自虐していく。箸の持ち方悪いキャラ。あ、そうそうそう。周りから箸持ってないとか、箸持ち方汚いなみたいな感じでめっちゃいじられるみたいな。トロトロっていくのがいいんじゃない。カモさんの短所ないと思う。でカモさんなんかその顔からにじみ出る卑屈さとか陰キャ感みたいなのがちょうどバランスがいいんです。言葉の強さとかと。経営者界隈みたいな人だってみんな生活力が低いっていうのがめっちゃあると思うんですよ。でも生活力低いけど稼げてますよねっていうところにも鼻につくんじゃないかなっていう。生活力低いってあんまりこう表に出したとって受けへんやろなって思います。生活力低い俺ちょっと天才ハードでしょ感が出るから。ちゃうやろそんな。なんそんな卑屈やねん。水道代払い忘れて水道止まるもんな。それも多分鼻につきます。なんで。でもなんか言われた。半袖でこのまま海外行っちゃったら寒いってツイートしたら、こんなにフットワーク軽く海外行ける俺いいでしょマウントかなって寄り付いてきた。まさによね。まあそういうことですよね。確かに何を言ってもみんなはなんか思うよ。周りの人でこれ明確にこの人の短所こんなんやなとか思うこともない。ないよね。ない。わかる。悪いところ目つぶりがちだよね。よく笑うと。いいところしか気づかないからね。人嫌いにならないからね。人が嫌がるところでもそういうもんなんやって思っちゃうんで、嫌なことを嫌だと認識できない。多分俺らは寛大すぎるんだと思う。まずは狭い心を持って人の悪いところが目につくようになっていったら自分の悪いところも目につくようになるんじゃない。いやあいつら人の悪いところばっか見つけるとき自分の悪いところ絶対気づいてないよ。で一回チョメコさんとかと会ってどこが悪いかを一緒に24時間いて指摘してもらいたい。確かに。どう、ちゃんと報酬払うから。どうせ見てるやろこの動画も。あいつら人を悪く捉えることに関しては天才的なんだ。そうやねんな。だから多分なんか鼻につく感解消コンサルとかやった方がいいと思う。アンチの方々。そんな感じで我々は人間力を上げていきます。でも人間力がない我々でも事業はうまくいってます。あ、その感じだな。鼻につくのな。鼻につくねんな。なんで僕らこんなにタワマンに住んでお金も持ってて何不自由ない暮らしをしているんでしょうか。これはマーケティング能力があるからです。マーケティング能力を身につけたい方は概要欄にあるリンクをクリックしてメールアドレスを入力して送信ボタンを押していただけたら毎日毎日メールが届くんで毎日毎日メール読んでみてください。ではここは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。